はい、荒木さんも準備ができたようなんで、それでは、ゲリラ豪雨に挑む選手、荒木さん、よろしくお願いいたします。ゲリラ豪雨、皆さんもこの言葉を口にしたことはあると思います。私、荒木健太郎はこのゲリラ豪雨を撲滅するために戦っています。今日はゲリラ豪雨との戦いについて伝えるためにここにやってまいりました。まずゲリラは一体何なのか。突然襲ってくる怖い人のことです。ではゲリラ豪雨は何かというと、やはり突然発生して襲ってくる予測の困難な豪雨のことです。皆さんはゲリラ豪雨と聞いてどんなイメージを持たれていますでしょうか。もしかするとちょっと強い雨が降ってもうそれでおしまい、そんな風なイメージを持たれていませんでしょうか。これは大きな間違いです。ゲリラ豪雨は時として人命をも奪う恐ろしい現象です。地下鉄を利用される方は多いと思います。しかし降り始めからわずか10分でこのように地下が冠水してしまうということも起こりうるのです。こうなってしまうともう逃げることはできません。ゲリラ豪雨は皆さんの誰しもが遭遇しうる脅威なのです。現代の天気予報では数値予報という技術を基礎にしています。その数値予報というのはコンピューターで大気の方程式を数値的に解いて大気の将来の状態を求めるという方法です。現代の数値予報ではある程度前線や低気圧に伴う豪雨というものは予測できるようになってきています。しかし現代科学をもってしても豪雨のゲリラ的犯行については完全に予測できるわけではありません。それは我々人類がまだ大気や雲の全てを理解しているわけではないからです。ただし豪雨のゲリラ的犯行について徐々にですけれどもその真相が明らかになりつつあります。豪雨のゲリラ的犯行には実行犯がいます。その実行犯というのは積乱雲、彼らは徒党を組み実際に雨を降らせる実行犯です。しかし彼らが理由なくして現れることはありません。その背景には必ず黒幕がいます。その黒幕というのが上昇流。上昇流は大気下層の空気を持ち上げ積乱雲が自力で成長できるようになるまで育成をします。いわばゲリラの育成係です。しかしこの育成係も何もないところに現れるわけではありません。豪雨のゲリラ的犯行の黒幕のさらに黒幕として真犯人の存在があるのです。これはある日関東平野で発生した雲です。ここでは移動する冷たい空気に暖かい空気がぶつかりそして上昇流が発生しています。このように異なる風がぶつかることを風の収束と呼んでいます。これは上昇流を作る要因の一つでゲリラの司令的な存在です。このように豪雨のゲリラ的犯行には必ず黒幕や真犯人の存在があります。ある夏の日この会場である幕張メッセにほど近い千葉市で突然豪雨の犯行が行われました。レーダー観測からはこの犯行が突然行われたということは分かります。しかしその犯行がなぜどのように行われたかについてはこの情報からだけでは分かりません。そのため私は真犯人を確保するため捜査を開始しました。気象庁ではアメダスという地上観測網を持っています。このアメダスは全国に約21キロ間隔で配置されていて地上の風や気温を観測しています。しかし豪雨のゲリラ的犯行は数キロメートルの大きさから始まるためこの観測網ではその犯行現場を完全に包囲するということは困難です。私は真犯人を割り出す証拠を集めるため関係機関に捜査協力の電話をかけ続けました。そして収集したありとあらゆる観測値を解析を繰り返しました。しかし観測結果からは十分な状況証拠を得ることはできず依然として真犯人は謎のまま
確保することが困難でした。私は苦悩しました。当時私は現場で予報作業をしていました。そのため、ゲリラの捜査活動は深夜や朝に及びました。空き瓶は増え続ける一方でした。暗闇のどん底にいた私に一筋の光が差しました。そこにいたのは彼でした。彼の名は空豆くん。空を豆に関する彼は私に救いの手を差し伸べたんです。空豆くんはもともと環境省の大気汚染物質の監視システムです。そのためこれまで豪雨研究にはほとんど使われてきませんでした。しかし空豆くんは都市域で約4キロ間隔という超高密度な地上気象観測を行っていたのです。でそこでは地上の気温や風を観測しています。この観測網をもってすれば豪雨のゲリラ的犯行をその現場を完全に包囲することが可能なのです。そして私はついに真犯人を割り出すことができました。これまでの観測では分からなかった風の三重点トリプルポイントの存在が明らかになったのです。この三重点では3つもの風が収束しています。そのため上昇流が強く豪雨の発生しやすい環境となっていました。しかもこの三重点は豪雨が発生する1時間半以上前から千葉市付近に存在していました。つまりこの真犯人をあらかじめマークしておけば豪雨が発生する場所を特定できる可能性があるのです。そして真犯人を割り出したことで数値予報の予測精度がどうなるかについても検証しました。当時の数値予報では豪雨の犯行を全く予測はできていませんでした。しかし空豆くんを取り込んで計算をした数値予報ではこのように豪雨のゲリラ的犯行を完全に予測することができたのです。まあ、こんな風に、ゲリラ豪雨と呼ばれている豪雨であったとしても新しい観測や、数値予報の発展によって現代では予測できるようになってきています。しかし予測精度が上がるだけではゲリラ豪雨という存在そのものを撲滅することはできません。それはなぜかというと豪雨の発生を伝えている気象情報が発表されていたとしてもその情報を見ていない方にとっては予測できている豪雨であってもゲリラ豪雨と呼ばれてしまっているという現状があるからです。実際に気象災害の現場ではまさかこんなことになると思っていなかった、そんな言葉を耳にします。日本全国のどこでも気象災害は起こりうるにもかかわらず自分には関係ない、そんな思い込みがゲリラ豪雨という言葉の中には潜んでいるのです。これこそが気象災害の根源です。私の願いは我々の発表している気象情報をぜひ見てほしいということです。あらかじめいつどこで何に警戒しなければいけないかが分かっていれば避難をすることができる、つまり災害を未然に防ぐことが可能になるのです。気象情報を全ての国民の皆さんに届けることができればゲリラ豪雨を撲滅できると私は信じています。しかしこれは私を含む研究者、予報官、また気象予報士の力だけでは絶対に実現できません。皆さん一人一人が当事者としてゲリラ豪雨と戦っていただく必要があるのです。私はこれからも雲の研究者としてゲリラ豪雨と戦い続けます。未熟な私ですけれどもぜひ皆さん一緒に戦ってください。私に力を貸していただけるという方はぜひ空に手を掲げてください。会場の皆さんもぜひ一緒にお願いします。そうすると手から皆さんの元気が飛んできます。飛んできた元気は私のところに集まり私は元気になります。そして栄養剤の力に頼ることなく頑張ることができます。その時、掲げた空の先、まあ、その状態がどういう風になっているかそれもちょっと気にかけて見てみてください。いつも見ているこんな風景がこんな風になっていたりこんな怪しげな雲が出ていた場合には、もう片方の手でスマートフォンを取り出して、
気象庁や国土交通省の雨量情報をぜひ見てください。豪雨がどこで発生しているか、近くで発生していないかや、その豪雨が自分のところに来そうかどうかっていうのをぜひチェックしてみてください。さらに自分がいる場所に発表されている中警報についてもぜひチェックをしてみてください。やばそうだったら避難をしましょう。で、近くに気象情報を見ていない方がいらっしゃいましたら、ぜひスマホの画面を見せてその人に伝えてみてください。このようにして皆さんのつながる心が力となってゲリラ豪雨を撲滅することができます。ゲリラ豪雨を撲滅したその先には災害ゼロの未来が待っています。災害ゼロの未来、それが意味するところは笑顔の未来です。気象災害によって大事な人や日常生活が奪われてしまった場合、やり場のない怒り、憎しみ、苦しみ、そして深い悲しみが襲ってきます。私はそんな悲しみのない笑顔の未来を実現したいと思っています。気象災害は豪雨だけでなく竜巻や雷によっても発生します。これらの気象災害を少しでも減らし、笑顔の未来を実現するために私と一緒に戦ってください。ありがとうございました。アキさん、どうもありがとうございました。心もイケメンというコメントがいっぱい来てます。心もイケメンだそうです。ありがとうございます。再三準備お願いします。あとですね、質問があったのが、ゲリラ豪雨注意報というのはないんですかという質問があったんですけど、それはですね、今発表している注意報は、大雨の注意報と、あと、雷の注意報があります。で、大雨の注意報は土砂災害に警戒するものと、あと短時間の大雨に警戒するという意味で発表されて2種類あるんですね。で、それは注意報の中身を見てみてもらえればわかるんですけども、まず警報をちゃんと取得して中身見てねっていう形。あ、そうですね、はい。で、雷注意報が発表されている場合には、どこでそういった雷雨とかゲリラ豪雨と呼ばれるものが起こってもおかしくないので、そういった場合にはぜひさっき見せたようなレーダー画像を見て自分でどこで発生しているかっていうのを確認してみるといいと思います。わかりました。その時右手も上げといた方がいいですか？右手はぜひ上げていただきたい。わかりました、はい。それでは佐々木さんの方、準備が整ったような。